んにちは、東京のスロプー村上です。嫁です。パニックセブンの遠山金太郎です。最近どうですか、収支の方は。それがね、なんというかあんまり勝てない。お、通り越してボロ負けなんですよ、この人。ボロ負け。というわけで今回は読者の皆様からパチスロであったちょっとうまい話を募集させていただきました。読んでる僕たちまで元気が出るようなうまい話にはお箸をあげさせていただきます。僕たちがうまっと思った話ほどたくさんのお箸が上がります。またこのお箸はひっくり返して裏に好きなコメントを書くことができます。あとたくさんお箸が上がったら何かもらえるとかはないです。ごめん。それでは早速1通目のお便り。愛知県西陣用羽ばたけさんのパチスロであったちょっとうまい話。金太郎チャンス。友達が広角から金ちゃんに入ったが、会社から電話があって戻らなければならなくなったので、早く帰ってきて、お客さん怒ってるよ。もらったら21連した。まだまだ。夜電話で1万くれと言われたけどあげませんでした。定番ですね。 4.1 号機の AT は破壊力、ゲーム性ともに抜群。お中元にお歳暮にもらって嬉しい一品ですよね。友達がいない人はどうしたらいいんでしょう。明るくなれば。愛知県児童愛波さんのパチスロであったちょっとうまい話。4万8000円負けた後、女、大人、いい歳、金、4万。捨て鉢になった私は女を捨ててコインを拾いました。おら、3連チャンしました。しゃなりしゃなり。かわいらしいですね。拾いコインはルール違反だけど、1枚くらいなら可愛いから許す。これからもどんどん拾いましょう。喉が渇いたら6枚とか。それはうざい。神奈川県まんまいジュニアさんのパチスロであったちょっとうまい話。大花火を打っていて、すまん。隣のお姉さんの目押しをしてあげたら、一箱半あったコインをそのままくれた。これお金ですよ。と言ったけど、なんか急いでたみたいでそのまま行っちゃった。いいですね。なんか俺お尻の穴がキュンってなったよ。キュンってなりますね。なんかキモいよ君たち。大阪府ふっちゃんさんのパチスロであったちょっとうまい話。映画館に行く途中、お前撃てよ。え、なんで。今日レディースデーなんだよ。レディースデー撃てや。うわ、せっこー。駐車場代の1000円でそこまでやる普通。彼が駐車場代として買った1000円分のコインでゴッドやったら9700枚出た。しゃー、10日だったら20万ですよ。たかが1000円でも立ち回りが大事ってことだね。こういうしっかりした旦那が欲しいわ。俺は引きの強い嫁が欲しい。その選び方は絶対間違ってる。香川県リトルハンマーさんのパチスロであったちょっとうまい話。海一番の島で、
今時こんな台に巡り会えるとは。ありがたやありがたや。天井狙いで回していたら、こんなリーチが来るといいな。赤いのでお願いします。白いの来た。おいるんだね。スローにもジュゴンはいるんだよね。あんまり来ないからパチにしかいないのかと思ってたよ。夢と希望をもらいました。泣くなよ。東京都村上雅宏さんのパチスロであったちょっとうまい話。ポケー、あー、お、やべ、お、適当押しだったのに。山揃った。これが最近あった一番いいことですか。僕たち落ち着いてもうまい話は出てきません。皆様からのお便りお待ちしています。こんにちは、パニックセブンの遠山金太郎です。東京のスロプー村上です。嫁です。どうですか最近収支の方は。最近調子いいですよ僕。1日平均2万くらい買ってます。私は毎日3万ずつ負けてます。結局家計はマイナスなわけですね。なんかもう最近勝てる気がしなくてね。スロー行くのが嫌になってきたよ。それはまずいわね。モチベーションの低下はスロプーの一番の敵よ。お前のせいだろ。そんな時にはこれですよ。読者の皆さんからいただいたおはがきを見て元気を出しましょう。今回募集したテーマはパチスロであったちょっとうまい話です。読んでる僕たちまで元気が出るようなうまい話にはこのお箸をあげさせていただきます。それでは早速1通目のお便り。東京都もうすぐパパさんのパチスロであったちょっとうまい話。アラジンエースを打ってて、エラーを直してくれた店員がお店のコインで試し打ち。ビッグもらいました。おー引き強っ。攻略法発見。今度からハマっちゃった時はコールボタンを押せばいいのね。400回くらい呼ばないと当たらないですよ多分。あ、そう。東京都竹地さんのパチスロであったちょっとうまい話。イベントの朝、ドキドキ。開店時間まで待ちきれなくてコインを入れてみた。店の仕込みか何か知りませんが、開店1分前にサバ入った。ほう、うわあ、嬉しいような恥ずかしいような複雑な心境だよね。なんで嬉しいに決まってんじゃん、金だよ。奈良県チェリー娘さんのパチスロであったちょっとうまい話。列伝の島で、ものすごくそわそわしてる人がいたので、何事かと思ってあたりを見てみたら、打ちましたとも、9万円ゲット。彼は下皿にコインがあって動けなかったみたい。これはラッキーでしたね。いやでも
動けなかった彼の気持ちもわかりますよ。下手に動いて自分の台がモード5だったら大事ですからね。7000枚鎌掘られたことあるもんね、あんた。言うな。宮崎県ヒゲさんのパチスロであったちょっとうまい話。ビンゴで1000オーバーの空き台ゲット。危機として打ったら平成を装っている。周りの視線が痛かった。さらに周りの視線が痛かった。羨ましいですね。1000円でビンゴチャンス777。波の荒い機種なので少しでも天井&モーニング狙いで投資を抑えましょう。ビンゴ打ちたくなってきたな。行っちゃう？無人さんに金借りに行っちゃう？ドキドキ。ご利用は計画的に。東京都変態プレイさんのパチスロであったちょっとうまい話。タバコよこせ。え？ポサ。知らないおっちゃんがサバくれた。待ってけ、泥棒。いいんか、おっちゃん。俺にヤクルトあげようか。いるか、ボケ。どうせ単発じゃ。53連しました。現金にすると10万以上もらったことになるんでしょうね。知らない人から。マジで？AT くれる人って本当にいるの？っていうかサバより大事な用事って何？いや、いろいろあるでしょ、普通。うわぁ、ホール行きたくなってきた。宮城県朝日昇さんのパチスロであったちょっとうまい話。コインを貸してあげたのがきっかけで結婚しました。今すぐホールに行く。こらこら、おっさん。あたしは引き輪の嫁なんていらねえ。また人前だとすぐ威張る。後で打ち返ってすげえ謝るくせに。お、そういうこと言うな、バカ。うまい話引き続き募集中。吉宗に40万円やられてます。遠山金太郎です。スロキンは全部白7で EX は全部5の村上です。スロキンのレギュラーでコイン増えたことありません。全外しの EX0 嫁です。どうですか、最近収支の方は。 EX5 しか来ないのに勝てるわけないでしょう。レギュラーで増えない機種で勝てるわけないでしょう。そんな時にはこれですよ。読者の皆さんからいただいたうまい話を見て元気を出しましょう。僕たちがうまいと思った話ほどたくさんのお箸が上がります。採用された話にはうまい箸が送られます。ご注文は水3杯。愛知県三毛猫さんのパチスロであったちょっとうまい話。朝一ですぐにビッグを引いたが、その後思わしくないのでやめようと思ったら10時半まで流せません。仕方がないので戻ったら8連3000枚出ました。よし、よくやった、カエル。流せません、ナイス。流せません、ナイス。あー、わかるわかる。たまにありますよね、こういうこと。流せなかったばっかりに天井まで連れて行かれちゃったりとかね。何の天井だよそれ。吉宗おいずにね、1880ゲームレギュラー。宮城県サクさんのパチスロであったちょっとうまい話。アラジンエースで
人生初の万枚超え、しかも2万枚その後ゴッドで天国17発次の日ビンゴで、おいおい怖いよ、2日で5万枚は出てるんじゃないすかね。2日で100万、うちのカードローンが半分になる額だわ。そんなに借りてんのお前。宮城県アホなマー君さんのパチスロであったちょっとうまい話。牛丼屋で、ええそうです、はい、昨日言われた通り猪木の両角に6入れときましたよオーナー。うん、残りの島はですね、ゴニョゴニョゴニョ、チッ、ありがとうした。結局どの店かは分からんかったな。牛丼食った後、珍しいな、地元のホールが満車だったので、絶対買い物客とかパチ屋と関係ないやつが止めてるよ。他に駐車場あるとこってどこかあったっけかな。ちょっと隣町のホールまで行ってみたら、いらっしゃるぜ。偶然設定6の場所が分かった。いいなこれ、裏山市ね、たま市。静岡県ハラミさんのパチスロであったちょっとうまい話。よっこいしょ。はがきに書くようなうまい話は経験がない。1000円で PGG とか、1000円でビンゴ555とかならあるけど、はがきに書くようなうまい話はないなあ。これはまた変わったタイプのはがきですね。十分うまいやん。素直に喜べこの野郎、これを見ろ。見せんな。東京都柏手長宝さんのパチスロであったちょっとうまい話。巨人の星で、あのこれって一体どうすればいいんでしょうか。ああこれは特訓モードというやつでね、ナビの通りに押していけばボーナスが当たります。え、そうなんですか。あ、また来た。お、出てんじゃん。あ、遅い。悪い悪い、じゃあ行こっか。え、やめちゃうんですか。この台まだ出ますよ。んー、でももう行かなきゃいけないんで。それじゃあこの台もらってもいいですか。どうぞ。特訓2連後即やめした台が空いたので移動したら、化け単発だった。あれ、え、何これ、話がよくわかんないんだけど。うまい話でもなんでもないじゃん。実はですね、この話には続きがありまして。え、そうなの。元座ってた台が2000円で大爆発、ビッグ25のレグ20。わお、この人にとってうまい話。え、こういうのもありなんですか。ありです。そういうことなら任せてください。おい嫁、行ってやれ。おっ、真相6時間並んで10分前に我慢しきれなくてトイレ行ったら台取れなかった。いいぞ。2000枚のレシートなくした。その調子。旦那に内緒でまた借金した。それは嫌。まだまだ募集中。吉宗で10万勝ちましたが、まだ30万負けてます。遠山金太郎です。最近漫画ばかり書いてスロー打ってません。村上です。
毎日パチンコの海物語を売っています。嫁です。いよいよスロと関係ない人たちになってきましたね。真面目にスロ打たないと仕事干されますよ。だって打つと負けるんだもん。だって海はどつけば当たるんだもん。走るし。クビにしようかなこいつら。そんな時にはこれですよ。読者の皆様からいただいたおはがきを見てやる気を取り戻しましょう。テーマはパチスロであったちょっとうまい話です。負け続けの村上さんたちでも思わずスロ屋に行きたくなるようなうまい話には、パタパタ、あっちいな、このお箸をあげさせていただきます。僕たちがうまいと思った話ほどたくさんお箸が上がります。採用された話にはうまい箸が贈られます。ご注文は？ドリンクバー1個とストロー3本。回し飲みはダメです。千葉県トモブーさんのパチスロであったちょっとうまい話。うちの近所のホールでは4000枚以上出すと、ずら、ずららん、ポキポキ、クックッ、店員に囲まれて拍手される。おめでとうございます。嬉しいんだけどちょっと恥ずかしい。え、マジで？俺この店行ってみたい。何言ってんの、新海の島じゃこんなの当たり前。当たるたびに隣のおばちゃんが肩抱き寄せて祝ってくれるわ。スロの話をしてください。大阪府みっくんさんのパチスロであったちょっとうまい話。巨人の星で、化け飲まれ即やめ台が空いていたので座ったら、ついてるな、お、サモンがいた、ペシッ、すぐに当たってその後5000枚出ました。ありがとうサモン。っていうか前の人、くっ、サモン拾いましたか。さすがにこれは珍しいですね。羨ましい。やるな、新海で言うなら時短拾ったってわけね。全然違います。東京都坂ちゃんさんのパチスロであったちょっとうまい話。猪木の島で、おるる、ん、猪木の設定録が現在空き台になっています。店からこんなメールが来た。周りを見てみると、自分の隣の台しか空いてなかった。ボス設定6で8000枚出たそうです。うわー、いいなー、羨ましい。裏サメで再抽選って感じよね。なんかお前おかしいよ。パチやりすぎておかしくなってんじゃないの。岐阜県エミ一番さんのパチスロであったちょっとうまい話。ヘロヘロか、つぶ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 、5万負けた後ホールをフラフラしていたら、ヘロン、おっちゃん、おっちゃん、ん、俺時間ないからこの台あげるよ。ペタ、爆風の格変もらってビッグ5レギュラー2、5万円換金。その後またフラフラしていたら、ヘロヘロン、おっちゃん、おっちゃん、ん、おいでおいで、あたし時間ないからこの台あげるよ。風ちゃん中の台をもらった。シシ、他力のみで17万勝ちました。どうですか、この話聞いたらさすがに打ちたくなってきたんじゃないですか村上さん。うん、なんだか無性に打ちたくなってきたよ。打ちたい、打ちたい、打ちたい。新海よね。おかしいよ、おかしいよ、お前何かあったの。今月海で12万買ってます。
マジで支払いできんじゃん。やった。無理です、全部パッキンに変えました。明日も打つ。人生考え直せよマジで。こんにちは、パニックセブンの遠山金太郎です。本誌デビューに気合を入れて坊主にしました、元スロム職村上です。旦那が働き出したので正直スロに行きづらいです。職場に通い始めました、スロム職嫁です。朝8時から並んで閉店まで打っていたスロム職のくせに急に働き出すとはどういうことですか。毎日14時間稼働した後、家帰ってネットで寝台調べですよ。その上1日2万ずつ借金増えたんじゃ体持ちません。っていうかもうね、ややこしすぎて覚えるの嫌になってきましたよ、寝台が出るたび。何ですかドロンジョのビッグ中に出てくるあのメカ。手ぶらで登場したら激アツって書いてあったからものすごい回しましたよ。 AT でも潜伏してたら大変だと思ってその後400ゲーム回しました。全のまれだわ。いや、それはだな、見間違いだろ。ロボなしと手ぶら間違えるやつ結構いるし。絶対出た、だから粘ったんだもん。それじゃあ超レアながっかりパターン。要するに負けすぎてスロットに夢を見れなくなってきたってわけですね。そんな時にはこれですよ、読者の皆さんからいただいたおはがきを見て元気を出しましょう。僕たちがうまっと思った話にはこのお箸をあげさせていただきます。よりうまい話にはたくさんのお箸が上がります。採用された話にはうまい箸が送られるそうです。届いてる？それでは早速1通目のお便り。北海道匿名希望さんのパチスロであったちょっとうまい話。巨人の星で隣が特訓モードに入ったので真似して打ってたら右左中自分の台もリプ4連おもろい。こんなこともあるんですね。私も今度ゴッドでやってみるわ。ペナルティあるからやめてください。群馬県雷親父さんのパチスロであったちょっとうまい話。猛獣王でこの台まだサバが残ってるんですけど僕もう帰るんで、もしよかったらやります？コクサバ中の台を譲ってもらったゲームセンターでのことです。おいしくないような、サバ遊べたんだからうまいような。いや十分うまいでしょう。この前いくらかかってもいいからサバやりたいと思って7枚交換店に行ったら10万かかりました。単発ね。けっ、1円にもならねえ。それを言っちゃおしまいよ。愛知県ゆかりんさんのパチスロであったちょっとうまい話。朝一で、ホールをフラフラしていたら、パトランプがついている島唄を発見。2時間で万枚出ました。時給10万。どんな仕事だよ。フラフラすればいいのね。やめなさい。千葉県マサさんのパチスロであったちょっとうまい話。寝坊して僕いい台がないのでなんとなく猛獣王に座ったら15本でビッグ、ハズレ、UFO、エイリアン32連しました。目が覚めました。そりゃあ目も覚めますよね。寝坊して帰ってラッキーってこと結構あるよね。エイリアン、やめろよ。神奈川県鉄林さんのパチスロであったちょっとうまい話。ゴッドで僕が6連チャンの時、
トントン。ん？ひま。共有可能だったのでちょろちょろ打たせてたら、ペシッドン。うわっ。さらに3ゲーム後、ドン。うおお、閉店まで時間がない。席変われ、俺が打つ。ひそひそ、ペシ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 。閉店までぶん回して、なんとか PGG は消化。うおー、13,500枚出た。 G ゾーンは消化できなかったけど、ピンときた。いいこと考えついちゃった私。嫌な予感がするな。好きな台選んでみて。じゃあこれ1,200余りの吉宗両台。それじゃあ私は隣へ。えっ、お前この台分かってる？1900の天井までサクッと行くよこの機種。大丈夫、夫が理論で打ち、嫁がオカルトで打つ。理論 VS オカルト、どっちか必ず勝つという作戦。しかも並んで打てばどっちか高設定かも。よく分かんねえけど吉宗打ちたいからいいや。その結果、こっちこっち。普通だな。普通に負けたわね。大花打ちに行っていい？未練打ちね、付き合うわ。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。コメントもくれよな。タメ口かよ。